MA でサブちゃんです。ビオラーの皆さん、ビオリへようこそ。はい、はい、ですね、今日はですね、あのね、バレンタインデーになります。皆さん、MA はですね、皆さんにね、感謝の気持ちを込めてこういうものを作りました。じゃーん。ちょっと大丈夫か、これスマイルが落ちる。スマイル大丈夫だね。はい、ビオラのみんな、ハッピーバレンタインデーって書いてます。ここに書いてあるね。そう、ここに書いてる。ここで、MA より見て、この手作り感満載のさ可愛いでしょ、ね、はい、皆さんにね、いい気持ち、ほんの気持ち。これ筆筆だよ、これ、ほら筆だよ、はいはい、筆とインクだよ。それはもう私はリペイントマンですから、はいはいそこはちょっと欠かせないものだということで、はい、どうぞ皆さん。はい、チョコレートです。これちゃんとチョコペンで描きましたからね。で、私はこれを食べます。あの、私が代わりにね、ちょっと食べますけれども口がすごいことになってます。ピューって出てるよし、じゃあ皆さん乾杯。チーン。おいしい、これ。ピスタチオの なんとかかんとかってやつ、おいしい。今日バレンタインデーで、まさに今日撮影してるんだけれども、昨日の動画でね、あのビオリーのサブチャンでね、初めてさ、なんか新しい企画を始めたんですよ。うん。見てくれてる方わかると思うんだけど、あのね、ボタよりっていうのを始めたんです。で、第1回目、あの、ボタテーマを募集しましたところね、あのね、コメントがね、60件近くついたんですけど、ほとんどがお便りを含むコメントがつきましてね。そう、本当は今日は他の動画出そうかなと思ってたんだけど、うんうん、思ったよりもたくさんみんな書いてくれてるようだったので、そうそうそう、せっかくだからね、タイムリーな感じで動画出そうかなっていうので。そうなんですよね。うん、まあ他の動画をやりながら、そのアンサーしながらやっていくっていうのも多分今後はやると思うんですけど、まあ第1回目だし、もうたくさんコメントもついたってことなので、もうタイムリーで第1回目はもうお便り会にしたいと思います皆さん本当にありがとうございます。まさかね、こんなにコメントつくと思わなかったのにね。ね、ちょっとだけなのかなと思ったんだけど、うん、まあ僕が桜することもちょっと念頭に入れつつ。それな、よかった、マサさんが桜しないですんで、よかったです。実は桜してます。いや、してないする必要すらなかった。まあまあまあ、冗談はさておきね、うん、そう、てことで、ちょっとめちゃくちゃ本当にありがたいことにいただいて、うん、私もね、もう全部目を通させていただきました、うん、なんだけれども、ここの動画ではその中からいくつか、まあ言ってた通り、うん、いくつかピックアップしてお話をする感じでね、うんうん、いや、面白い話いっぱいありますよ、やっぱり。ありましたね。マサさん、じゃあ、うん、お願いしていいですか、ちょっと。そうだマサさんの方がね、私よりもね、多分読むのは上手いはずですよ、東京生まれなのでね関係あるか関係あるのか、それは私は九州なまりなのでねいいじゃない、九州なまりで読んで。まあまあ、そういう時があってもいいかもしれないですねあ、いいかもしれないよ、九州なまりで。今回は全部九州弁で今回行きます。いや、宮崎弁で今回全部。それはきついわそれはきついです、ね、きついマジ聞きづらいと思いますわ、それはじゃあいいですか、早速。そうだね、じゃあまずはこれいきましょう、はい、ひろきちさん。ひろきちさん、ありがとうございます。MA マンさん、こんにちは。いつも楽しく見させていただいています。私がアニメにハマった理由は、はい、小学生の頃心臓病で約1年間入院してました。運動もしてはいけない、どこへも行くことができない中、うん、両親がガンプラを買ってきてくれました。あ、当時は今でいう旧キットしかなく、1年生の私にはとてもハードルが高かったので、うん、かっこいい作品にはできなく、悔しくて何度も筆塗りしてゴワゴワになったのを覚えています。おー、わらわらそれから今まで40年以上ガンダムにはまり、今では生活空間よりもガンプラが多い家になってしまいました。すげえな、それ幼い頃からずっと続けてこれたいい趣味だと思います。今後も応援していますので、また素敵な作品見せてください。そしてみんなの心を幸せにしてあげてください。もうすっかりビオラになったおじさんですか、コアラありがとうございます。ヒロさんでしたっけ。ヒロキチさん。ヒロキチさんか、ビオラのヒロキチさん、ありがとうございます。てかすごいな、ガンプラね。やっぱさ、男性の方はあれだよな、ガンプラって結構昔からあるじゃないですか。だからやっぱガンプラがきっかけっていうのもあるんだな。なるほどな。やっぱさ、その、なんていうんだろう、病院にいたのかさ、うん、入院してたってことだからさ、うん、あれだけどさ、うん、その何もない空間っていうか、うん、なんか何もできない状況
だけどやっぱアニメとか、うん、そういうガンプラとかフィギュアって、うん、やっぱりこうなんていうの、人の心をこうあったかくするものなんだなっていう。いやそうですね、うん、なんかやっぱアニメでさ心が支えられた辛い時って方結構多いですからね。うん、うん、しかも筆塗りされてる、されてるっていうかされて、そうそう、したっていう感じだから したっていうね、いいですねそれがまた。そうそうそう、だからめちゃめちゃハードルが低いものだと思うんだ、うんうん、筆塗りって。まあね、いわゆる導入ハードルめちゃめちゃ低いけど、そうそう、めちゃめちゃ奥が深いっていう、そう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 、そのシンプルにして最強なものなのかもしれない。アナログ的だからね、うん、うん、やり込めばやり込むほど奥が深い文化なんですよね。なるほど、ありがとうございます、またお願いします。うん、次、はい、次ゆきさん、ゆきさんありがとうございます。幼稚園の頃に親の歯医者に一緒に連れて行かれていて、うんうんうん、親が治療している時に待合室の本棚にあったかなり読み込まれた古い北斗の拳のコミックを漢字などは読めないけど読んでいて過去見ていてうん、うん、それがきっかけで北斗の拳のアニメもレンタルするようになり、いつの間にかオタクになってました。はい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 、っていうことですね。北斗の拳がさ待合室でボロボロになってあるの分かるわ。分かった、分かる。歯医者さんの、うん、なんか端っこの本棚に確かにある、あるあるある、雑誌とか、あとラーメン屋さんとかね。そうそうそう、古き良きラーメン屋さんとかにある。なんか黄色くなったさ、うん、なあもうこれ何年置いてんだよみたいな、油が染み込んだ感じとかね。でもこれ歯医者さんですからね。まあでもみんなが多分見てるからさ、もう多分年季入ってんだよ。いやでも確かに北斗の拳もさ、私もリペイントさせてもらいましたけれどもね、うん、やっぱいい作品ですよね。そうか、なるほど、やっぱみんなそれぞれやな入り方って。でもさ、なんかさ子供の頃にさ多分北斗の拳とか読んでもさ、なんか本当の意味って多分深いところまでわからなかったり多分すると思うんだけど、でもなんか世界観とかさ、なんていうんだろう、漫画の世界観とか絵柄のなんかかっこよさとかさ、そういう感覚的なものがさ、やっぱ子供の頃ってすごく感性が豊かだから、きっとさビビってなんか来たんでしょうね。やっぱりなんか絵ありきで入るってのはやっぱあるよな。うん、小説とかと違ってさ、うん、素敵ですね。私もよく読んでましたよ、待合室って漫画。なんかよくわかんないのにね、続きとかが気になるけどもう気にせず読む的なやつで。はい、ありがとうございます。繋がってないのにね。そう、繋がってないけど読んじゃうみたいなやつよ。でもさ、それにしても本当に多かったから、なんか全部紹介できないのがもったいないですね。そんな気持ちになっちゃいますね。本当に。はい、じゃあ次ね、続き、つっちさん、つっちさんありがとうございます。バーでたまたま隣にルフィの声優さんがいて、ワンピース見たことがないって言ったら、ゾロのキーホルダーをもらったことでワンピースにハマりました。これやばくない？いや私もさ、これさ見てさやばってなったんだけれども、田中さんってことでしょ、あのワンピースの、うんうん、あのめちゃくちゃもう、そういうことよね、ご所中の声優さん、そうよね、やばいよね、がバーで隣にいて、うん、ワンピース、でもさ、ワンピース知らなかったのってことじゃん、ってことは、うん、見てなかったってことじゃん。そうだね。でもさ、ワンピースの声優さんってことを言われなければ気づかなかったかもしれない、うん、そうだね、ってことはなんか、言われなかったら気づかないよね、だって、ね、いわゆる知らないもんね。そうでしょ、多分通っ、うん、何回か通ってるバーだったのかもしれないよね、わかんないけど、多分わかんないけどね、その田中さんが、うん、で、なんかそのワンピースの話とかしてたのかね、そのなんか流れも気になるところやけど、うん、いや、なんかさ、いや、でもバーってそういうのがあるからいいよな、うん、いやでも、すごい話よこれ。いや、しかもなぜかゾロのやつをもらうっていう、ね、そう、ルフィじゃなくてゾロなんだよね。それがウケる。そしてさ、そのさ、声優さんがさ、たまたまそのゾロのやつを持ってたっていうところで、いや、なんかいろいろなんか面白いし、すごいこれは、すごいすごい、いや、これはすごいやろ、なかなかないよ、それは困るわ、なかなかないよ、いや、ないよ、なかなかないってか、ないんじゃないの、こんなこと。いや、もちろんさ、確率論で言ったらね、うん、あるかもしれないですよ、そりゃ、うん、だけど、そうなかなかないよね、やっぱり。いや、そうよね。いや、これはいい、ほんと思い出ですね、うん、マジでそれは、これすごいわ。羨ましいですね、なんかいいよね。これはいいわ、もう鉄板ネタやな、鉄板ネタ。もうなんならね、うん、飲み会鉄板ネタみたいな、飲み会鉄板ネタや、これは。いや、みんなだって男の子とか特にさ、うん、ってなるでしょ。確かにね、え、このセリフ言ってほしいみたいなね、なる。いや、すごいですね、マジでね、うん、いや、いろいろやな、本当に。はぁ、すごいですよ。はい、じゃあ次、はい、90さん、90さん、ありがとうございます。
こんにちは。いつも楽しく動画拝見しています。ありがとうございます。私は小さい頃からアニメが大好きでした。この企画素敵です。皆さんのコメント読むの楽しかったです。私も小さい時、ランマ、うるせえやつら、不思議遊戯というアニメが大好きだったなって思い出しました。大人になってからはジャンプ、転生系が大好きです、はいはい、今年大好きだったうるせえやつらが新しくアニメ化されるのでドキドキしています。はい、懐かしい。うるせえやつらとかさ、私もさ、がっつりは見てなくて、だからこれを機にさ、しっかりさ、見れるなと思って楽しみにしてます、私も。てか、あの時代でさ、あの美女でさ、可愛いって思えるのがすげえわ。いや、でも確かに可愛かったし、圧倒的可愛さだよね。あの口調もさ、すごいよね。ね。だっちゃだって、うん。どっから発想を得たんだろう。宮崎じゃないですか？いや、違うな。宮崎のね、確かに言うけど、茶は。宮崎茶よく言わないですか？いや、言うよ。そやっちゃねとか、そやっちゃとか。だけどさ、ちょっと違うじゃん。違う。いや、なんか、だがね、やっぱ大きいよ。だっちゃが。そうですか。こっちはさ、やっちゃやからね。な、同じようなもん。いや、違うな。やっぱ、ルックスと、なんか、喋り方よ。やっぱり。そう。誰比べちゃう。そう。ね、でも確かにみんなのコメント、みんなもそのビオラの方がビオラさんのコメント見れるのもいいですよね。だから今日さ、紹介しきれなかったコメントとかもね、気になる方ぜひぜひ見てみてください、コメント欄で。ディオンさん。ディオンさん、ありがとうございます。どうも、ビオラーです。ビオラーさん。自分は今29歳なのですが、姉が2人と妹が2人いまして、子供の頃ずっと女の子のおもちゃに囲まれて育ちました。5人兄弟ってことだ。そういうことだね。すごいすごい。大量のフィギュアや、大量のフィギュアの着せ替えの服や、大量のアニメの DVD などなど、それが影響して、逆にフィギュアやアニメにはハマらないように強く意識していたのですが、中学2年ぐらいからなぜかハマりだして今に至ります。うわ、今は自分の家に一番下の妹、過去23歳が期間限定で転がり込んでいて、自分のコレクションと妹のコレクションがあって大変です。自分は札幌で無名のプロスノーボーダーとして活動していまして、すごい。自分が仕事で長期間いない時に妹が勝手にコレクション増やして余計大変な感じです。でもお互い大好きな趣味なので少々大変でも楽しくしてます。はいはいはい。ちなみに姉2人も妹2人も MA さんのファンです。めっちゃ嬉しいんですけど、ありがとうございます。本当に長文失礼しました。なのでハマったきっかけは姉2人妹2人がきっかけです。いやー、なるほどね。なるほどね。うわー、なんか共感できる、なんかすごい、ね、部分はある。この人は、じゃあ男性なのかな。そうでしょ。女性なの、男性なのかな、多分。だって自分は姉2人妹2人妹2人って言ってるから。でも どっちか分かんないけど。あ、そうなの。うん、まあ、少なからず兄弟に影響されたってことですよね。そういうことよね。いや、でも私も4姉妹の長女なんですよ。そうだよね。で、だからなんだろう、まあなんだろうな、私の場合は、ね、今一番下の子は結構アニメとか好きなんですけど、私がアニメにハマったんですよね。なるほどね。で、その時ってもうみんななんか、まあ、なんて言えばいいんだ、もう結構物心ついたって違うな、思春期も過ぎたじゃないけど、なんて言えばいいんだっけ、そういうの、青年期、とかってあんまりこうなんか姉の影響を受けなくなってくるみたいな、みんなこうなんか自分のものがこうなってくるみたいな感じだったけど、なんだかんだやっぱりね、兄弟の趣味とかって影響されますよね。なんか毎日見てたりするとさ、どうしても目に入ってくるから、ね、そういうの分かるな。でもさ、それで結果的にさ、お互いさ楽しくやってるってところがいいですよね、いい意味でね。いや、素敵だな。いいですね。でさ、物がさ、要はあれでしょ、いっぱいコレクションが増えてくから嬉しい反面、あれでしょ、やっぱ物が単純に増えるから大変ってことでしょ。いや、これめっちゃ分かります。いや、分かる分かる。私もなんか一時期、そのなんかもうとにかくたくさん欲しいな、推しのグッズがっていう時期があったんですよ。で、最近ではもうなんかこういうもうリペイントっていうところをもうなんか私の場合は柱にしたので、なんだろうな、まあ変にたくさん集めるってことはもうしなくなったんだけど、なんかわかるよ、その嬉しい反面っていうやつ。いや、わかります、すごく。いや、いいな。やっぱ5人ってすごいね。いや、すごいって。しかもさ、みんな同じ趣味ってことでしょ。そうだよね。それすごいよね。それすごいよな。しかもさ、逆にさ、なんかならないようにならないようにみたいなさ、意識してたら引っ張られちゃったみたいな。いや、それ面白いね。意識してるけど引っ張ら、最終的に引っ張られちゃうっていうね。抗えないっていうね。そう、沼に引きずり込まれたみたいな。いや、ウケるな。
でもなんでもね、きっとね、あのそれでもハマんない人ってハマんないから、やっぱりなんだかんだやっぱなんていうのかな、うん、やっぱ惹かれてたんじゃない？うん、やっぱりなんだかんだね。いやでも素敵なことですね。本当に、ね、素敵、本当にいいですね。逆にさ、これだけみんなさ、うん、こう、うん、各々さ、うん、アニメとか漫画の趣味があったらさ、うん、もう飽きないよね。だってずっとさ。話できるしさ、多分さ、あれ読んだ、これ読んだ、あれ見た、これ見たさ、永遠にできるわけでしょ。それが羨ましいなと思ってさ、うん、なんか なんとなくさ、兄弟であればさ、あ、ね、あなたこれが好きなんじゃないとか、お姉ちゃんこれが好きなんじゃない、好きそうだよみたいなさ、うん、その趣味を理解した上でこうおすすめをさ、うん、教えてくれるみたいなね、あるじゃん、ね、好きな傾向とかさ、うん、どうなんだろうね。みんな結構兄弟だけど好きなやつはちょっと違ってたりするのかな。そういうのも面白そうですよね。へえ、素敵素敵。ありがとうございます。やっぱ皆さんそれぞれさ、自分なりのさ、なんていうのかな、アニメとかね、漫画とかさ、まあオタクの入るきっかけはあるだろうからさ、みんなとそれぞれの人のさ、応援の仕方とかもありますよね。まあ楽しみ方っていうのかな、うん、まあ私だったらフィギュアとか、まあ塗りが中心の楽しみ方をしてるしさ、まあ、みんなそれぞれあると思いますけど、まあ私はね、このビオリでは本当になんか、まあ大きく見た時の属性としてはやっぱみんなこう似たような趣味を持ってるから、なんかそんなみんなでさ、ワイワイ楽しくふわーってやれればいいなって思ってるんですよ。だからまあそんな感じで、なんかみんな全然なんか、あの、なんだろう、難しいこと考えることなく楽しく、なんか普通に今後もお便りのアンサー書いてくれればなっていうふうに思います。え、でも本当にありがとうございました。本当こんな感じで大丈夫です。いや、こんな感じで大丈夫です、めっちゃなんか言い方上から見せな感じになってるけど、こういう感じで多分今後もやっていくので、まあ毎回やるわけではないかもしれないですね、うん、うんうんうん。だからなんだろう、まあ言うときは普通に言うので、まあ動画見ていただければまあわかるかなみたいな感じで、うん、募集しますみたいな、ね、また、うん、募集するときは募集しますって言いますのでね、ぜひぜひみんなまたお願いします。はい、っていう感じで今日のビオリはこういう感じとなりました。みんなハッピーバレンタインです。あ、そうだそうだ、インスタも私やってます。みんな結構コメントとかありがとうございます。いつも DM とかもね、あの Twitter とかもいろいろ見てるんですけどね、ちょっと DM はなかなか返せなくてすいません。だけどね、コメントとか全部目通してるのでね、これからもよろしくお願いします。じゃあまた次のビオリでお会いしましょう。じゃあね。